ワンダラは急に旅行に行かなかった彼氏に出張が入ったと言われて急に旅行をキャンセルされた佐紀子という人が主人公の映画です。佐紀子は一人で旅行に行くことにするものの些細な一回目をつけてスーツケースを持って一人旅行に行くために出るんですけど、些細なことが気になって家に戻ってしまう。それで戻ってきたところに彼氏からもう着いたって連絡が来て、それに対して何気なくもう着いたよっていう嘘を返してしまう。でその着いた嘘に引っ張られるようにして自分の家にいながらデンマークにいるふりを始めるとの映画です。でさっきはずっとしばらくそのデンマークにいるふりを続けてるんですけど、ある日コンビニにご飯を買いに行った帰りにいきなり財布をなくしたっていう旅行者に出会い、流れでその旅行者を家に泊めることになる。で、2人が家にいながら謎の旅のような時間を始めるという映画です。と撮った時に考えていたのは、主人公さっき子は何かすごい自分の意思を持って旅行に行くって決めるのでも、行かないって決めるのも、家にこもるって決めることでもなくて、ただなんとなく彼氏の返信とか疲れて家に戻るとかそういうことを繰り返しているうちに、なし崩し的に自分の家にいながらデンマークにいることにするというおかしな状態になってしまう。で、さらに旅行者が現れてからも2人は外国に行ってるわけでも本当に旅行先だと友達でもないのに、旅行先で誰かと仲良くなるみたいな、そういう関係を結んでどこにも位置づけられない2人の時間が始まる。で、そういう映画にしたいなと思って作りました。あとワンダラーは今言った旅行旅の映画というに加えてコミュニケーションの映画でもあると作りながら感じました。主人公さきこは最初に出張に行けなくなったっていきなり、出張が入ったので旅行に行けなくなったっていきなり言われた彼氏に対して何も言えない。彼氏がもう自分の中で出張に行くことを決めちゃってて、自分が何言っても無駄な気がして何も言えないという人です。で、そういう自分が言いたいことがうまく言葉にならない瞬間というのは私もあったし、いろんな人にあるんじゃないかと思って、サンダラー全体ではその決めたことしか言わなかったり強い言葉を言ってきたりする人に対して、じゃあどういうコミュニケーションが得るのかなっていうことを考えた映画にもなっていると思います。私にとって映画とはワンダラを作りながら思ったのは、映画っていうのは作りながら何かを考えていく場所だなと思いました。最初の間の段階では考えてなかったこととか、あと話も最初にできたざっくりとしたプロットの段階で何も見えてなかったことが作ってるうちに分かってくる。で、出演者とか脚本読んでくれた人の話とかも聞いて、ワンダラーの本編ではないですけど最初は考えてなかった場所にいつの間にか取り付いてる、そんなものだと思います。